今シーズンのコレクションの中では最もヘビーな部類に入るアウターですね。こちら、オールウェザータウンブルゾンご紹介していきたいと思います。ですね、こちらのアイテム、クラシカルな、フィールドジャケットをベースに、ところどころ抜け感のある仕様を採用して、あんまりこう悪い意味で本格派すぎない雰囲気に、作っているというのがポイントなんですけれども、デザインはもちろんのことですね、実は素材にすごく特徴のあるアイテムで、以前もですね、実は3層構造のですね、素材っていうのを使ったことがありまして、特徴としてはもう簡単に言うと撥水、糖質防水、水はあまり生地自体は通さないところと防風の効果があるというところなんですけれども、今回はですね、そちらの、3層の構造をした生地を使ってこちらのアイテムを作っております。で、見た目はいわゆるこう結構ね、表面感シャキッとパリッとしてるんですけれども、実はこれもめちゃくちゃ伸びるんですね。いわゆるニットなんです。これもだいたいこういう機能系の素材ってシェルっぽいなんかパリッとした素材感っていうのが多いんですけれども、カーリーならではのちょっとニットっぽいですね、こう伸び感のある素材を使用しているので、本格的な機能系アウターなんですけれども、非常に着心地が軽くて伸びるのでストレスが全くありません。なのでレイヤードしても全然こう煩わしさはありませんし、中にはですね、中綿とか入れてるわけじゃないんですけど、フリースの裏地を貼ったりもしているので保温力も高いです。で、風もある程度シャットアウトしてくれるので、中に着込んだりして、あとも首元何か巻いたりすれば、十分にですね、冬でも戦えるアウターになってるんじゃないかなと思います。で、結構この撥水効果っていうのがすごいので、実際にちょっと見てもらおうかなと思うんですけれども、ちなみにこちらがですね、色展開のもう一色ですね、チャコールになってくるんですけれども、こちらをですね、実際にちょっと水をかけてみようかなと思うんですが、これで見えますかね。なんで見えますか。ここにもうね、パパッと水がもう本当に触れないぐらい撥水性が高い素材を使っているので、縫い目とかを完全に止水の仕様にしているわけではないんですけれないので、厳密にめちゃくちゃ防水ではないのアイテムってことではないんですけれども、普通に生活している上での突然の雨だったりとか、そういうものには十分対応している。ですね、仕上がりになっております。で、ポケットとかも、雨のところを想定してこういうタブ付きの、ポケットにしてますし、もちろんカーリーならではここはですね、ハンドボーンポケットもちゃんとある仕上がりで、機能面もですね、デザイン面も非常にクオリティの高いアウターに仕上がってるんじゃないかなと思います。で、ここ内側は実は内ポケなんかもあるんですけれども、こちらもジップが付いてたりとか、結構ね、細かいところに本当にいろんなアイデアが詰め込まれているので、着てて楽しいアイテムだななんて思います。とにかくですね、というこの素材感、見た目とちょっとこう着心地にいい意味でものすごくギャップがある、冬用のアウターになっておりますので、なんかこうね、いろんな天候とかあまり気にせずに着たいなんて方は、デザインもそんなにこう、こういうアイテムだとね、アウトドアチックなものが多かったりするんですけど、そうじゃなくて割とこう上品で大人っぽい、なんならちょっとね、渋さも感じるぐらいのアウターになってるかなと思いますので、ぜひですね、お試しいただければなと思います。